つぼみの山田先生に来ていただきました。こんにちは。こんにちは。はい、大ベテランの山田先生、今年もつぼみのみさんお願いしていますが、はい、1学期の山田先生のハッピーポイントは。はい、1学期の私のハッピーポイントは、はい、4月に入ってから泣いた子はいたんですけれども、はい、うん、その子もだんだん泣かなくなって、はい、それよりも嬉しいのはトイレトレーニングが、はいはい、もうすでに半分ぐらいの子が取れて、はいはい、おむつをもうお家へお戻ししたのがすごく嬉しいです、はい、半分取れましたか。はい、やっぱ早い。それで現在も、うん、夏休みにはなってしまったんですけども、はいはい、夏休み前ももう全員は一応おむつじゃなくて、うん、トレーニングパンツに朝来ると履き替えて過ごしてたんです、はいはい、まだ外れるまではいけなかったんですけども、はいはいはい、子供たちはもうじゃあ順調にトイレトレーニングが行ったということですね。はい、そうですね。例年に比べると早いですか。早いですね。はい、はい、半分以上はもう取れてるので、もうプールとかなんとかね、そういったところも始まるのでね、そういった影響もあるんでしょうね。ね、うん、オープントイレじゃないですか、はい、組さん。あれってやっぱり役立ってます。あ、すごいもう役立ってます。立ってすっなのをしっこしてる子もほら見てごらん、あやたりだよとかいろいろ言うので、はいはい、すごく役に立ってます。やっぱり見てそれ経験にするってことが大事なんでしょうね、はい、じゃあもうあれですね、つぼみみさん2学期もどんどんあれですね、期待ができますね。そうですね、2学期も頑張って、あと残りの子もだんだん取れると嬉しいんですけど、はいはい、いいですね。まあね、急いでね、あれする必要もないんですけどね、自然に取れるのが一番いいと思います。じゃあ2学期もよろしくお願いします。はい、帰って、はい、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました、はい、失礼しました。